の失敗とはワンちゃんの心を忘れ、困難に挑戦することに無縁のところにいる者たちのことを言うのだ。ジャスパラです。ワンチャンスデッドバイデイライトをやっていきたいと思いますが、本日は持ってきました、右下。なんとですね、あ、類ない。解放を、ついに、違うパークに変えてしまいました。アドレナリン、持ってまいりました、私。まあ、ワンチャンスデッドバイデイライトも30本以上ね、動画を上げまして、まあ、そろそろ違うことにも挑戦したかったですし、まあね、30本も裏含めたらもうね、倍以上多分、このパーク構成で、やってるにもかかわらず、もう解放を使うのがマジでむずいと。ということもあり、ちょっと一旦ね、一回、いろいろね、考えようと。考えた方がいいんじゃないかと。ということでね、もう一度アドレナリンでやってみようと。まあ、もともとね、慣れているパーク構成を、あはん、バレたね、これは。慣れてるパーク構成を捨てて、ああ、いろんな挑戦をしていくと。あ、やだ。真ん中回してくれそうだな。あ、引っかかった。戻らない方がいいかな。一個戻って。あは、ごめん、別の人。別の人、ごめん。あれ、回していきたいね。よっこいしょと。まあね、解放がないんで、正直最初に、釣られ、へん、ダメだった。最初に釣られることをそんなにこう、怯えなくても良くなった分、序盤の発電で、まあ、貢献していきたいなというところ。やっぱ、あとは終盤のチェイス。レナリがあるから俺やるよっていう風にやっぱ言えるので、まあ、このアドレナリンに生かして立ち回っていきたいところですね。ということで、解放がなくなったから、そう、解放がないからこそ、救助よりも、とにかく発電発電と、発電意識を今までよりも高めて、そう、発電することがワンチャンスにつながっていく。それがアドレナリンというパークですからね。しかも今回たまたま、ほんとたまたまね、フレディですけど、フレディはね、アドレナリンが発動すると目覚めるんで。そういった副次的な効果もある。まあ、そう、まあ、そう。バチョバチョに回してこう、もう。あ、お前、大丈夫か？ダメそう。まあ、回しまうぜ。こっち来ればね、それはそれでね、いいと思うし。そう、チェイスしてるときは、もう回してあげる、基本的には。これです。強いな、そこのポジション。ドリームパレットなのか、もしかして。なんかパレット多そうに見えたもんね。あの感じ、スネアじゃなさそうだから。ドリパレっぽい。よっしゃ、やっていこう。もうやっぱ常に挑戦の心。回して回して回すと。私はもう。ナイスー。常に挑戦の心を持って回していこう。で、まあ、この辺からはアドレナリン。で、チェイスするといい時間帯にね、なってくるわけなんで、来ればやってもと思ったけど、来ないから回しちゃおう。来ないのであれば回しちゃおう。まあね、今回はフレディ戦につき、何にも、ただ足が速くなるだけではなく、ちゃんと起きてくれますので、見ものです。
デイビッド大丈夫か。デイビッドすげえ頑張ってる。ちょっと待ってくれ、今回してしまうからな。はい、でも目が覚めると。もう一個あっち側にあったねけどね。あーやだー。ナイス。ノーワン、ノーワン消えた。ホップホップステップ。ノーワン、ノーワン、ノー、ノーワン。オッケーオッケーオッケー、ナーイス。あっちだったよねゲート。さあ誰か守ってくれるかな、守ってくれるかなのお時間です。守ってくれるかな。いいとも、ノーいいとも、ありがとう。いいとも、やったぜ。これ今アドレナリン生きたね。やっぱりそのフレディって夢の中に入っちゃうと心音が聞こえなくなっちゃうので、ボロ体がね発動できないんだけど、アドレナリンがあったおかげで起きられてボロ体決められたと。さあちょっと2人の様子だけ見ていこう。あ、すんばらしい、お見事と。な、え、音なくなったんだけど、音どうした、音。はい、ということで、ノーワンあった、素晴らしい。ノーワンも血の番人もあって、結構終盤ワンチャンス型のキラーさんだったけど、もうなんかすべての歯車が噛み合った一試合だったね。ということで今回からね、アドレナリン使ってワンチャンスデッドバイデイライトさらに頑張っていきたいなというふうに思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。お相手はパールでした。バイバイ。